はい、皆さんどうもありがとうございます。はい、皆さんどうもこんにちは、アミトです。最近ね、まあ、僕結構いろんなスポーツ見るの好きなんですけど、最近僕がよく見るのがね、野球のね、はい、野球の解説者が、まあ、YouTube やってるの見るんですよ。里崎チャンネルとか高木豊チャンネルとか、まあ、僕野球好きなんで結構見るんですけど、そこで、まあ、よくやってる企画が、まあ、ベストナインをね決めようみたいな、そういう企画があるんですよ。はい、まあね、ゲスト呼んでその人の選ぶベストナインみたいな、そういうのをやってると。これね、いいアイデアだなと思って、ちょっとパクらせてもらおうと思って、これ相撲にもね使えるんじゃないかと思って、ということで今日は私アミタが勝手に選ぶ鳥取城北相撲部 OB で団体戦を組むなら、僕が独断と偏見でね、はい、まあ、たくさんいる鳥取城北高校相撲部の OB から5人選んで団体戦組んでみたいと思います。ただし断っとくのは、あくまで高校時代のね、高校の時点での強さで、そして僕の好みでいきますから、そこはまあご了承くださいと。わかりますか？あくまで僕の好みと。異論は認めますけど、まあ、それは自分で勝手にしてくださいと。じゃあまず先鋒戦からいきましょうか。まずもう歴代 OB、まあ、いっぱいいますよね。はい、もうね、でも団体戦って単純にこう強さのね、強い人の羅列じゃないんですよ。団体戦での強さ、そういうものもあるし、相撲のねスタイルにも勢いよく、なんかまあ切符のいい相撲って言ったりするんですけど、そういうのの人が先方に向いてると言われてますね。だいたい押し相撲の人が多いかな。うん、押し相撲でね、一発で電車道とかで勝つとやっぱ勢いつきますから、まあ、そういうことを踏まえて団体戦5人制の先方戦、1人目、山口正弘。はい、もう先日ね引退されましたけど、もうね、山口先輩って言ったら僕の3つ上の代ですけど、もう化け物、怪物という言葉が一番似合う人でしたね。強い、なんせ高校時代7冠ですからね。高校1年生で高校駅伝も取ってるし、まあね、プロに行っても、大学に行ってもプロに行ってもたくさんね活躍されてましたけど、めちゃくちゃ強かったんですよ。何でもできた。基本的にはね、こう押し相撲なんですけど、組んでもいいし回し取ってもいいし、相手のね立ち合いからの相手の圧力も半端じゃないですし、もう半端な相手はね、当たるだけで頭が上がっちゃうんですよね。バーンってこう状態が上がっちゃうんですよ。強すぎ、もう、うん、しかも相撲内容もねすごくこうパワフルな相撲だし、切符のいい相撲なんで、うん、先方山口正弘、元大紀宝の山口正弘先輩でいきたいと思います。そして2番目はね、元大将棋の森友樹先輩、学生横綱です、元日大のね。はい、ね、清瀬海こと市原先輩とか、まあ、山本先輩とかと同級生で、まあ、黄金時代の、ね、一つですよね。その時の学生横綱森先輩はこうね、前みつ取って頭つけて攻めるっていう、頭がないという相撲あったんですけど、もうねそれこそがね、こう城北のなんでしょうね、スタイルといってもね過言ではないですよ。前みつ取って頭つける、そして下から上にじりじり攻めていくみたいな、もうそれがもうなんか上空の、なんて言うんでしょうね、上空のスタイルですね。はい、それをもう忠実に再現されてると。めちゃくちゃ強かった。タイトルもいっぱい取ってる。高校時代も全国大会も優勝してる。そして団体戦での勝負強さもあると。森先輩をね二陣に置きたいと思います。もうこれね、アマチュア相撲知ってる人ならね、このもう山口森って並びだけでもうね脳汁垂れますよ。
そして中堅、ここには僕はね、琴光喜こと田宮先輩を行きたいと思います。もう元大関ね、琴光喜ことね田宮先輩も高校時代、高校横綱を組む4冠と、大学27冠と、まあ相撲でも大関まで行ってる、もうね、もう説明不要ですよね。もう鳥取城北高校 OB 史上最強の人ですよね。はい、経歴も様々含めても最強の人と、まあ僕はねちょっと高校時代のこととかわからないんですけど、うん、僕のね中学校のコーチが琴光喜こと田宮先輩の一つ上の先輩で、まあ、よく話とかも聞いてたし、まあ元大関がど真ん中に、これはもういろんないでしょう。はい、次に副将、これはね一ノ城こと一ノ信、はい、これ行きたいですね。僕はね高校3年生の4月にまあ一ノ信一高来て、まあその時はねほんとねでかいけど、もうなんか運動神経悪いし、なんかのそのそしてて、もうなんかデクノボ、ほんとデクノボって感じだったんですけど、まあ、僕は卒業して、まあね、その後どんどん稽古積んで、まあまあ高校時代ね5個もタイトル取ってますから、今も強いですし三役経験もある。まあ今場所はちょっと怪我してますけど、その逸ノ城をね副将に置きたいと思いますね。はい、まあこれ前の動画でも言ったかもしれないけどね、逸ノ城こと逸子が日本に来て一番良かったことは、はい、夜狼の心配をせず寝れるという、もう野生味が違う、野生具合がね違いすぎますね。はい、そういうのもね逸子の強さ、まあ、早くね怪我を治して戻ってきてほしいなと思います。そして最後、大将。大将はね、僕ちょっとこれ迷いましたね。今ね、はい、大活躍中の石浦先輩。石浦先輩ってね、大体大将だったんですよ。高校の時、団体戦で。はい、で、まあ強かったし、まあ高校時代もね、タイトル取ってるし、ね、団体戦でも何回も優勝してるし、もうね、もう僕の中で大将って言ったら石浦先輩なんですけど、今のね、鳥取城高校相撲部のコーチの井上俊夫先生、この人もねめちゃくちゃ強かったらしいですよ。井上先生ってね天才なんですよ。はい、もう回しとったら絶対頭上げないみたいな、頭上げないし下がらないみたいな、落ちないみたいな、もうそれでねグリグリ前出るみたいな相撲だったらしくて、はい、もうなんかね本当に天才なんです、はい、だからねその石浦先輩が井上先生どちらか、うん、行きたいんですけど、あ、僕はねあの現役時代高校時代をよく見てるってことでね、ここはね石浦先輩、石浦正勝先輩を推したいなと思いますね。もちろん井上先生も強かった。ちなみにその昔石浦先生が言ってたんですけど、鳥取城高校で、まあ、10年前ぐらいに言ってたのかな、3人制を組むなら山口先輩、琴光喜、田宮先輩、そして井上先生、この3人で行くって言ってたぐらい、まあ強かったと。はい、まあただ今回は僕はね、まあ、自分がよく見てたってことで石浦先輩をね選ばせていただきました。はい、先方大輝鵬山口正弘、二陣森友樹、大将海森友樹、中堅琴光喜田宮啓二、副将一ノ城一ノ信、大将石浦こと石浦正勝先輩。強い、控えめに言っても強い、まあ、全員ねくしくもプロにいますね。まあ、この他にもいっぱいいますよ、いっぱいいる。今ね十両で活躍してる木崎海、彼もね高校横綱ですし、もう他にもねたくさんいる、まあ、佐々木くんもいるし、ね、チュラノミもいるし、そしてね何より照ノ富士、もう大関のねガンエルデンもいると。ただ高校時代のねあれで考えると、やっぱり、まあ、照ノ富士ガンエルデンガナはね高校時代はねそんなにその
このメンバーに食い込めるほどはね強くなかったですよね多分と思いますね。まああとねアマチュア横綱の西郷先輩とかも強かったんですけど、まあ、西郷先輩もやっぱり社会人になってが強くなった。まあこのメンバーでね団体戦出たらまあ優勝しそうですね余裕でね。はい、まあジョークだけでねドリームチームで出てっていうのもまあちょっとフェアではないんですけど、まあ普通の大会だったら余裕で優勝と。で各ね各校のドリームチームでやってもまあ優勝候補筆頭ですよね。ということで僕が組む鳥取城北 OB の5人制ベストオーダー、先鋒山口、二陣森、中堅タミヤ、副将一陣ノロブ、大将石浦、いかがだったでしょうか。このシリーズね他の高校もねどんどんやっていきたいと思います。また他の人が考えるこのベストメンバーがあっていいと思います。これはあくまでね僕個人の好みで選んだメンバーなので、はい、まあどうしてもね近い年齢の人が多くなりますし、ということで鳥取城北相撲部 OB で5人制組んでみた、またこれシリーズ化していきたいと思います。次は多分ねまあ多分埼玉栄行ったりとか、はい、まあ、文徳行ったりとかそういうのしていきたいと思います。じゃあ今日はここまで、終わり。じゃあね。